皆さん、こんにちは。こんにちは。新川崎の青木隆です。本日は、仏壇選ぶの、10個のコツを、お話しするんですが、ただ選ぶというよりも、そのお部屋とか、その生活とか、そういうインテリアも含めた、そういうものに、違和感なくしっかりと、そこのような仏壇に、出会うために、どんなコツがあるかという話を、しております。早速、一つ目ですね。一つ目、これ実は一番大切なことかなと思うんですけれども、仏壇というのは、買ってから始まりなんですね。買ったところがスタートで、その10年、20年、30年、長い方だと50年ぐらいずっとその仏壇と一緒に生活をしていきます。なので、その後の買った後の対応をどれだけ親身になってしてくれる、そういうお店屋さんなのかなっていうのを、よく考えて、そのお店屋さんが、点検とか、お掃除とか、修理とかに、ちゃんと積極的に取り組んでいるものなのか、それとも、売ることだけは一生懸命だから、その先のことはあまり考えてないのか、その辺をよく見極めていただいて、アフターフォロー、アフターサービスをしっかりやっていくというような、そういうお店屋さんを、見極めてもらうと、いいと思います。二つ目ですね、これもお店屋さん選びの話なんですけども、さっきだけに納品してたなんですけども、納品したんですと、どんな物販をどういうところに収めているか、またお客さんはそれに対してどんな感想を持っているか、それっていうのは、お客さんの写真ですとか、お客さんの声とかをきちんとオープンにしている、そういうお店屋さんを選ぶと安心して、あ、このようにこういうふうな物販を収めるような、そういう感性が、提案をしてくれるんだなとか、あとは、喜んでるなっていう写真を見ると、ちゃんとね、その後の付き合いがあるんだなって、一番の話に戻りますけど、ちゃんとその後の付き合いからこそ、こうやってね、写真があったり、写真と、やっぱお声っていうのが、ちゃんと見せてもらうことが大切だと思います。そして、三つ目ですね。三つ目、価格なんですけども、よく仏壇のチラシなんかだと、何割引きですとか、あとはお盆セールとか、すごく格安のものとかいろいろあるんですけども、皆さんも商売されててわかると思うんですけど、安いのは安い理由があるんですね。で、高いのは高い理由があるんです。なので、その値段の安さとかに騙されないようにするっていうのを心がけてもらえればと思います。例えばここに出ている仏壇2種類、ぱっと見、ほとんど同じ仏壇に、見えると思うんですね。なんですが、この仏壇の、向かって、向こう側の仏壇とこっち側の仏壇では、こっちの方がずっと安いんです。こっちの方が高いかもしれないです。で、これってやっぱり見た目じゃわからなくて、実は作っているところが向こうは海外、こっちは国産品っていうところが一番の違い。で、もう一つ材質が違います。こっちは、塗装してあるだけなんです。こっちは、黒炭を使っている。みたいな材質も違います。だから、どこで作ってて、どういう材質を使っているか。で、そういうところが、やっぱりこう、見た目だけじゃわからなくて、実はそこに値段の理由がちゃんとありますよ。で、またさっき言った、アフターフォームとかで修理とかしていくってことになると、やっぱり海外製品修理できないのがまだまだありますので、最近、できるだけ仏壇の中の修理に対応するように、作っておりますけれども、やっぱり国際品だとそこら辺もね、きちんと修理できるように作っております。なんか接着剤とかね、ベターっとくっついちゃったり、修理しようがなくて、そういうことがあるんです。だからこの値段にはちゃんと理由が、安いってことはなんか安い理由があるんだろうな、っていうことを思っておくといいと思います。で、そして4つ目が、仏壇の生活。さっき言ったずっとその仏壇と一緒に生活していくので、その仏壇が、そこにあるとどんな生活になるのかなっていうのを今までなかった方がほとんどですよね。大会以外に。そうするとそこに仏壇があるって生活がどんな風になっているのか。例えば、ご家族がそこに集まるようになったりとか、お盆とかの時は親族の方とかが集まるかもしれない。また、お客さんが来て、ちょっと、お線香を上げさせてくださいみたいなことを、言うかもしれない。で、そんな仏壇があることによって生じる話もありますし、もともと普段の生活の中でね、お線香をあげたり、お茶あげたり、もらった、もの、なんか、例えばお菓子もらったらお菓子をちょっともらいましたってことで、仏壇にあげたりすると思います。なので、そういうことが生活の中に入ってくることで、その生活がより
自分の山よりもより良くなるイメージが楽しそうだなと思う仏壇なのかどうかっていうのを仏壇見た時に本当の直感かもしれないですよね。この仏壇だと育ったらいい暮らしになりそうだなって思えるかどうか、そういうそのこういうもののイメージをすごく大切にしてください。そして、仏壇がその生活の中に入るんですけども、その生活スタイルと仏壇が合うことです。生活スタイルを大きく分けて2つあります。1つは動きの方ですね。皆さんが動く中で仏壇というのはお茶とかご飯を備えます。またお花のお水、夏なんかを毎日に取り替えなければ、そうすると水回り、いわゆるキッチン、台所と近いことがすごく使いやすいことにつながるんですね。だから遠くの方の奥まった部屋とかに置いちゃうとちょっとそれ使いづらかったりします。だから置く場所も含めて、キッチンとの、間取り、自分のお家の間取りをイメージして人が動く、そこで動くときにこの仏壇があって邪魔にならないか、また水を運ぶときにうまく運べるのか、笑えてるのすごく大変ですよね。それが動きの話、生活の動きの話。そして二つ目は目線ですね。仏壇っていうのは仏様が入っています。なので若干見上げるぐらいがいい場所なんですね。なので例えば座布団に座って生活しているようなそういうリビングだったら、座布団の目線というのがあります。ソファに座っているのが普段の生活がそのソファの目線、また普通の椅子、ダイニングキッチンなんかも普通の椅子に座っているのがその目線になりますし、また立って、お守りの立っている目線になります。それくらい目線の違いってあるので、自分の生活はどういう目線なのか、その目線に合ったような、床か床から床から置いた時の目線が合うか、座って目線が合うか、立って拝むなら立って目線が合うか。それがその拝むときだけじゃなくて、やっぱり普段の生活の中で、普段は見下げてて拝むときだけ見上げが、普段じゃなくてできれば、普段の生活の目線と合わせていくとしっくりくると思います。そして今度は、生活から今度は部屋とかインテリアっていう話になるんですね。で、部屋って言いましても、その部屋だけで完結するんじゃなくて、お家っていうのはまず外観があって、そして、玄関から部屋まで歩いてるで部屋に行く、それを総合したどんな雰囲気なのかっていうのを、大切にしていただきたいと思います。で、大体家って壁紙とかっていうのが統一されてると思います。なので、白い壁紙で統一されているお家なら、その白い壁紙と合うかも。また、こういう、オールナット調のちょっと濃いめの壁紙でなっているのであれば、そういう壁紙のお家とお部屋と合うかも。そういうのを見ていってほしいと思います。それと合わないと、やっぱり、置いた時に違和感が出てきてしまう。そして、壁紙だけじゃなくて、インテリアですね。インテリアはこのようにピアノが置いてあったり、タンスが置いてあったり、何かの物の上に置くのが大事あると思います。それらと並んだ時に仏壇がこうしっくり収まるかどうか、この写真は特に私は結構お気に入りの写真なんですけど、ご覧させていただいた実際の、この辺の色合いがぴったり合っています。また隣のピアノと高さがぴったり合っています。で、これピタッと部屋に寄せてるんですけども、ピタッと寄せることをイメージして扉がちゃんと干渉し合わないように考えています。なのでこれだけしっくり収まっています。ただこういうインテリアとの相性も大事です。で、特に色目をインテリアと合わせることにすごくこの雰囲気が馴染みますので、インテリアとの相性をよくよく考えています。材質を大きさを抑えないですね。そしてお部屋の明るさもあると思います。この部屋はとても明るいお部屋ですね。で、その明るい部屋に行くとどういう感じになるのか。例えば暗いちょっと下向きのお部屋で、あんまり照明も強くないお部屋なんかだと、そこに例えばペッタンクのちょっと黒めの木彫なんですけどね。そういうのを見ちゃうとちょっと重たいんですね。暗いお部屋に暗い色にちょっと重たいんです。なので、その部屋の色だけじゃなくて、その明るさですね。どういう明るさの部屋に置くのかということで、ちょっと暗いの部屋が少し明るめの仏壇に置くことが、お部屋の雰囲気が良くなると思います。で、その後、例えば昼間とか朝とかじゃなくて、夜とか窓から入ってくると暗くなります、ね。
その時をイメージしていただいて、窓の空に光が出す照明がその時にはどうなるのかというところまで、よくこうイメージしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。で、そういうのを想像して選ぶ上で、選択肢が多いことっていうのは、すごく大切なんですね。こういうのを満たすっていうのを、選ぶ上では、参考の中で、なかなかいいものがありません。できるだけ多くの選択肢をまず用意して、その中から選ぶ。ってことを考えると、私がお勧めしているのは、カタログなんです。天空天寿のように、よくある仏壇で、お店屋さんにいただくところにしようかな。っていう人多いと思うんですけど、お店屋さんってうちみたいな小さなお店だと大体30個ぐらい展示してるんで、本当に館内とか大きな仏壇屋さんに行って、それでも200ぐらいですね。なので、その中から選ぶと非常に選択肢が少ない。200って多いように見えますけど、200の中の自分のサイズ、自分の色目っていうのがやっぱり少ないんです。で私がお勧めするカタログっていうのは、これは、桁が2つぐらいあります。1万から3万ぐらいで。そうすると、膨大な選択肢の中から、自分のところに合うものを探すので、かなりの確率で、自分のところにしっくりくるものが出会うんです。で、実際に、うちがお勧めさせてもらった、お客様からいただいた言葉なんだけども、既製品を選んだんですよ。普通にカタログの一体商品を選んで、そのお勧めさんに、この場所のためにわざわざ作ってもらったような、そんな風に感じるっていうふうに言っていただいて、だからそういうふうに巡り合えるんですね。選択肢が多いけど多いけど多いけど、そういうものに巡り合いますので、たくさんの選択肢を用意するためにも、カタログを見ながら、そのお部屋でですね、お店ですよ。お部屋の中でカタログを見ながら、このお部屋にどれがあるかなっていう形で選んでもらうのが、一番、その、ワードの役に立てるような発言というふうに出られることが起きます。で、今まで、話してきた、もう総合して、これを全部、考慮しようと、自分で考えるのって非常に大変なので、これを全て考慮してくれるような店っていうのを探すというのが一番近道だと思います。で、それには、まずお店のホームページに、あればそのホームページを見ていただく。また、納品事例があれば、納品事例を見させていただく。ホームページに納品事例が公開されているのはそれを見る。それを見ることによって、そのお店が、今言ったようなことにそれぞれちゃんと考慮してくれているようなお店屋さんなのかなっていうのが分かってくると思います。で、ホームページなければ直接そのお店屋さんに行って、話しながら、そういうことに気を使ってくれるかどうかっていうのは、同じとよく話していくことが分かると思います。それが分かった上で、ここだったら、今言った話をちゃんと考慮して、後々までアフターサービスに、ちゃんとしてくれそうだな、っていうお店屋さんなら、そのお店屋さんと相談していただいて、で、お部屋に合うものを一緒に探していくといいと思います。そして最後、10個目、10個のコツと言いましたけど、10個目は実はコツではないんですけども、今、言ってた違和感をなく、結婚よくなるのを究極の形、究極の生活の違和感なく結婚に伝わるのは、それは、オーダーメイドで作るお仏壇だと思います。で、溶け込むようにゼロからきちんと設計していきます。そして、実際の材料、使う材料、例えば契約で使う、作りましょうと言ったら、その契約の、その材料を、実際にこの件に合わせて、量を塗装して持ってきて、お負担の下もそうです。実際に使うそのためのいろんなものを見ながら、打ち合わせも一回じゃなくて何度も何度も繰り返します。この前やったような木目が、横向きがいいとか、縦向きがいいとか、45度です。そういう細かい話も含めて打ち合わせるんですけども、そうやって打ち合わせて、ゼロから設計していった、そういう構造面の図鑑というのは、本当にこの、生活に違和感なく溶け込むようになります。で、実際こう話したりだとちょっと分かりづらいと思うので、このオーダーメイド仏壇の、実際の納品事例を少しだけ見ていただくことだと思います。一つ目、オーダーメイド仏壇の、一つ目は、こちらは、新築なんですけども、それの、家具の一部、この場所だけ、この場所だけが、一部作らせてもらったワンダーメイド仏壇です。
なんですが、他との表面が全く同じで、この本物をもともと一式作ったんじゃないですね、溶け込んでいると思います。で、扉も両脇に絶対あるとちょっと使いづらいねっていう話で、閉めると向こうなんですけど、開けた時に、ここにスライドして扉も収入できるように作りました。そして、これ、見た目から写真じゃわからないんですけど、実は中の上に、換気扇がついています。なので、その換気扇の、方に煙が抜けるように、天井に仕掛けをそのために設計して作りました。普通の天井というのは、仏壇天井は上に空気抜けません。なので、屋上に設計しました。で、またその換気扇のスイッチも、仏壇の手元のところのスイッチで、換気扇のスイッチまで、回せるように、それもここに合わせて作ったならではのところに決めます。そうやって作ると、隠しきると同じになります。二つ目が、こちらも老朽のところなんですけども、こういう作り付けの大台モードで作った家具がありまして、でその家具の、一部を、仏壇にしたいということで、さっき言った木目のお肉とかっていうのを行いましたけど、これ、横向きなんですね。ここは縦向きです。で、最初は縦で揃えようかなとか、45度に傾いてるのが好きなんだよな、いろんな話が出た中で、ここを、あえて木目の向きは横向きにすることでちょっと特別感を出しましょう。で、ただ木目は一緒だから、閉めた時はもう、しっくりですね。ここが仏壇だって言われなきゃわからないで大丈夫ですよね。で、段差じゃなくて板にしてありますので、閉めた時が、床と同じです。で、実際にこの中にあった棚を預かって、読み本として預かって、全く同じように作りましょう。で、先ほどのところと同じなんですけども、扉は、特にこの場合は壁際なんで、扉が開くと壁に使ってしまうので、開いてすぐに押し込むような形に作っていますので、扉も邪魔になります。それからこういうふうに、正確に取り込むことができます。そして、三つ目。三つ目のオーナメントについては、これは農家のうちなんですけども、これを、作るときに、このお家はまず立ってませんでした。設計の図面だけです。なので、設計士さんと話しながら、この場所がいいというのを図面で見たところで、まず設計図を書いて、で、色目をどうしようかっていう話で、色目が2点3点した上でこのようになりました。最初は、マホガニ色っていうんですかね、下にもマホガニ色のものにしようかっていう話になりました。で、その後は今度は周りのこの辺の色と同じ色で統一してみようかって話もありました。で、それの話を繰り返していくうちに、だんだんこの場所が立て上がっていく。そして、この柱が下に立っていく。それでお客さんと設計さんと話していって、やっぱりちょっと濃すぎるのか、これが後ろだけだからいいけど、前面を振るのでは、ちょっとこの辺の準備が暗くなっちゃうよねっていうことで、欅の色にしましょう。で、もう毛穴の色が4パターンぐらい実は使ったのかなというのがありました。で、同じ色目でも、木目に実はこれ、炭が入っている。なので、毛穴の色がちょっと強調されているような感じも作ります。で、この場所に乗ってしっかり入ったんですので、まあ、おばあちゃんの大きさから見ると相当大きい物が当たっていることが分かると思います。正面から見ると、こんな感じですね。こちらが、幅がすごく広い場所なので、こうスライドで押し込むのではなくて、こんなに扉にして、真ん中4枚をかけて、使っていただくような形も使えるようにいたしました。で、このような感じに、オーダーメイドで作ることで、この場所に一番しっくりくるように、出会うことができます。ただ、必ずしもオーダーメイドじゃなくてもですね、先ほど言ったように、既製品の中で探しても、これに匹敵するぐらいのしっくりくるように、本当に出会うことができますので、その場所に、合うものをぜひ探してもらえればと思います。もし、時間と、お金がかかるんですね、お金。市場の内に見合わせをしてください。ちょっと時間的に無理なので、時間の余裕があって、懐の余裕があるのは、こういうものを作るのが一番ですね。ということで、本当にこう、時間を予約で、
配達するのは、スライダーさんが選ぶというのを使いたかったんです。なので、今言ったと、いろいろ考えてくれるのは、デザイナーさん、近くのデザイナーさんでも、そういうのを考慮してくれるというのがあったんです。なので、ホームページとか実際にお伺いして、話を聞いて、あ、ここだったら、ちゃんと、今の話にちゃんと考慮している、デザイナーさんだなっていうことを、感じられば、それはとても見ていただいたと思いますので、そちらのデザイナーさんも、ご質問していただければと思います。皆さんが一番選ぶときになったときに、またちょっと思い出してみたらば、それでいいです。また、何か分からないことありましたら、私にね、ご相談したら、それでもご相談できますので、ちょっと、言葉をちょっと忘れちゃったっていうのを、ね、いただければ、こういうところを注意してくださいね、お話しいたしますので、相談していただければと思います。本日はお待たせいただきました。ありがとうございました。